ここか。あら、カカシ先生たちはまだ？本当に追い越してしまうとは。見てください、あの岩、結界でしょうか。まずはあれを外さねばならんな、リオ。どうやって？それは五風結界だ。遅かったな、カカシ。いやいや、途中めんどくさいのに絡まれちゃって。ナルト君、サクラさん、パス。ナルト、皆さん、一足早かったんですね。そっちのおばあさんは？砂の相談役の千代婆様です。よし、まずはこの結界だな、カカシよ。どうすれば外れる？この五風結界は、近辺に金の書かれた札を五箇所に貼り付けて結界を作ってるんだよ。だから目の前の札と他の4箇所にある札、その全てを剥がさなければ結界が外れない。ネジ君、分かってますよ。ヤクガン、見つけた。スピードなら俺の体の方が速い、カカシよ。札は俺たちに任せろ。札を剥がし終えたら無線で連絡する。それまでは待機してろ。あ、分かった。よし、外反、青春フルパワーで行くぞ。頼んだぞ、ガイ。そこだ、そこだ、そこだ。そこだ。
俺だわ、ガイ先生。よし、札を剥がせ。はい。まずは1枚。ん？なんなのこれ？って、私じゃない？おそらく敵のトラップでしょう。なるほど。結界が外されてもトラップが発動して敵の侵入を阻むってわけか。結界に保険までかけるとは、大した奴らだ。発射球場